最近、うん、もう西島工房がすごい火吹いてるのよ、マジで、マジですごくて、で、今回ちょっとまあ、ある10周年の、パーティーに行ってきて、あったっすね、うん、で、その時にほら、お祝いで、日本酒の酒だからみたいな、ね、よーいよーい、そうそうそう、あれを西がしたい。くれ。ほんで交渉してもらってきたんだ。じゃあ、それが、はい、こちら。あーイエイ。アクシカイ。全然日本酒の匂いがする。うん。ほんまや。でもちょっとヒノキの匂いじゃん、お前。あー、ヒノキの匂いします。それはそう、それはそうでしょ。ほんで、これをニッシーが太鼓にしてその会社に寄贈する。よし、やろう、トライの企画でっていうわけで、これをちょどうしていく。これでもな、全部なんか全部猿じゃなかったのよ。そう、こっちはこれなんか畳ないよね、これ。そうそう、畳ないよね、ですね、そうなんですよ。ここはうん、こんな、うわ、中めっちゃ涼しい。あ、ほんとだ。ほんとよ、ロカめっちゃ涼しい。これ、これやから。これ冷えるでしょ、こういうの。あ、なるほど。保温するから。できる。発泡スチロールですもんね。これをどう作るかはちょっとみんなで考えて。まあね、どこまで音になるかっていうのはね、上は OK なんですよ。そう、ここは完全に木で完全に OK。 そうよね。まあ、もともとね、太鼓の中には桶堂太鼓ってもちゃんと OK なやつがあるからね。これを日誌がどう仕上げてくるんかっていう。いや、でもこれ成功したら、いろんな企業のお祝いで、この自社の、ね、何周年で使ったこれを太鼓にして、確かに、で、会社に飾ってくれってなったら、すごいなんか縁起良さそうやん。ほんまや。え、めっちゃビジネスマンやん。お金にしないと。だから、これは西島さん必ず成功させてください。かっこいいね、前の運命がかっこいい。だから、その逆にこのまま残しちゃうっていうのも手よね。そう、だから素材が、だからここ発泡スチロールやったけど、このまま太鼓にやっても面白いかもしれないですよね。だから絶対形はそのままの方が、あん時のやつやんって。確かに、うん、なるほどな。だから、こう発泡スチロールが縁々はできへんけどね。あ、そうそう、バスってなるから。でも中でビールとか冷やせれる。そういうことか。はい、というわけで、日誌の酒だる太鼓企画。ただ単に酒だる太鼓にするじゃなくて、この実は外発泡スチロールやったのをどうするかっていうところまでがセットです。そうです。できるだけでも原型を残しつつやりたい。ああ、もう楽しみですよ。ね、うん。僕、飲みましたけど、うん、美味しかった。めちゃくちゃ美味しかったね。美味しかった、美味しかった。え、カールさんおったわ。おったわい。あんまり。ちゃんとみんな最後の後処理も大変なのおったわい。いや、見てるけどな。そう。だったら俺これ車で持ってきた。車でさ、シートとかずれ。天芝でさ、ドイツフェスあるやん。あの、こっちは今年ですか。みんなで行けね。あ、行きましょう。みんなで行けね。来月で12月何日か、うんうん。ドイツ。それもちょっと隣のチームで流すっていう。ああ、いやいやいや。うん、ね、うん。まあ、ちょいちょいドイツの方が。ああ、でも、もうから。でも、なんすでにええよとなりそうだ。こんなに個人的に。最悪ガウテード貼って。おい、あかんよ。それはあかん。10周年でガムテープ持っていったら何やこれって言われる。そのあえてここ残しましたと、ただガムテープ貼りましたじゃあトゲ刺さったし太鼓のあれをその構造分かってんけど、ガムテープを何を見てるのかよ分からん。いや、だからこの間100均100均なんだよ、はいはい、太鼓作るよ。これ見たら分かるかな。なんでどれ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 、何がどう、いや、でもお楽しみです。はい、というわけで皆さん、乞うご期待。は
はい、お楽しみにってさっき言ったものの、どうするこれ日誌。いやまあ太鼓作り方として2種類あるじゃないですか。はい、うん、おけど太鼓か宮太鼓っていうのは、うんうんうん、あおけど太鼓って言ったらもう皮をロープで縛るタイプ、うん、縛っていくか、うん、か、うん、もうこれに直接で打ち付けてやる。打ち付けるんやったらこれ発泡スチロールなんでここに打ち付けれないんで、うん、内側に貼るか、ここなか、うん、か、ここでもどうやろうな。見た目的には、うん、ここにこう皮入ってる方が、うん、いいと思う、いいと思う、まあ、いいと思う。まあ、あの、ぽいぽい、わかりやすいもんね。ぽいし、なんか、絵面でもネタっぽく映れるかなと思うから、でもここに付けて、たぶん当て板かなんかをするか、当て板して打ち付けんねや。そう、なんかこの、まあそれでも今日、あ、でもそうやったら変な話、縁打ちもできるそれにこだわらんでええねん。いやいやいや、なんか機能一個変の嫌や。縁打ちする理由、まあ俺そんなせえへんぞ、縁打ちそうやね。ここに打ち付けることができたら多分できるんですよ。そうやんな、うんうん、そういうことか。秀樹さん大好きな瞬間接着剤を。それでは無理やろ。常に持ってるパーツの女や。常に2つ持ってるから片手させてやる。大目玉くらぐらい。じゃあでも正直これあったっすね。正直これ取って、うん、これおけ太鼓するのってまああんまり。そうやね、普通っていうか。まあね、芸がないんかもしれんな。うんうん、ちょっと迷った。うんうんうん、これ生かそう思ったらやっぱ言うてるのに。もうそうやね。わざわざこれでやる必要はないもんね、それやったら。いやいいよ、俺その日誌の何でも本気なところ大好き。ほんまね、ほんまにね、もう毎日楽しく生きてるんで、ね、まあだってでもあれやんな、これに仮に直接貼るにしてもさ、うん、そのほら貼り合わせの長胴ってあるじゃないですか。はい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 、合成剤とかなんかそんなんの。でもいけるでしょ、いけんじゃん、うん、結構な強度ありますよこれ。これでも叩いた時にこれどこがなってるんですか、この発泡スチロール。中、その中空洞なんですよ、下半分が。あ、なるほど、ね、そこが多分。だから歌口はでもね、ここになると思うんですよ。歌口はそうね。まあそうやな。それはそう、貼った時に、ここが歌口マックスで、うんうんうん、で、こう皮を固定さえできたらいいから、うん、あっ、ひらめいちゃった。いけるわ。いけた。あ、それも絶対来た。来た。じゃあ、何が来た。わかった。宮太鼓と桶太鼓のハーフしたらいいんですよ。どういうこと？耳残して、耳に線入れといて、下で縛って。あー、おー、打ち付けない、もう打ち付けない。なるほどね、なるほどね。おもろ。あ、それいいんちゃん。しかもこのなんか、この辺の縄をうまいことかけてる風にして。はいはいはい。だから、宮の皮に、うん、だこれと同じ径のカリバリを作らない、うん、そうやな、結構だから、結構大きめの2尺ぐらいいるよね、これ。これのカリバリ作って、うん、でもう耳かけて裏でなんか固定できるようにしたら、ポケットみたいなハーフの、すごい。いけそうじゃないですか。あ、いけそう、いけそう。それが一番良さそう。すごい、すごい、すごい。ね。うん。じゃあこれを、その、ほら、ほら、マーチングのさ、大太鼓みたいなさ、はいはいはい、あの担ぎあるやん、こういうやつ。あれにもできるってことやね。うん、そういうことですね。うんうん。だから、1個下に、ベニそうですね。ベニヤやって、ってまあ、穴通しといて、うんうんうん、そこをあ置けみたいな、下を置けみたいにして、上はその耳があるやつの紐をかけて縛ったら、そうやな。した方がいいかも。まあ、さ、そうかもしれない。通した方が強いな。それいけるんじゃん。それいいんじゃん。割とマジでいけるかも。うん。見栄えもなんか。太鼓らしい。あ、らし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 い。別にそれで、その下張ってるけど、なんか見栄え的に別に秒打っててもいいですもんね。うん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 、もう飾りよね。飾りよみたいな。うんうん、あ、いいやん、いいやん。いいやん、いいやん。もうほんと、交互期待。これ、でもあんまり言いすぎたら。とりあえず、じゃあこの径のカリバリを作るっていうところからですね。はい、うん。よし。よし、それでは牛の皮買いに行こう。どこに売ってんの？どこにコンビニに売ってるかな？コンビニ、まあ、近くにコンビニはあるけど。ではそんな感じで作っていきます。デザインが作ります。それ上げつつ、それに向けてみんなで作るにします。
ね、スタジオ木くずだらけにして、いかにも取らない。それは片付ける。トライノっぽいね。いかにもトライノじゃないですか。まあまあ、でもトライノ基本的に綺麗にしてから帰るから。楽屋は来た時より綺麗にして帰るっていう。なるほど、なるほど。しゃ。はい。はい。終わりはいつもなんかグダグダやけどな。謎の女の子。